JA 山形中央会などによる食料、農業、地域政策推進山形県養成集会が19日、山形市の山形テルサで開かれました。会では、県選出の国会議員に対し、食料安全保障の確保や、適正な価格形成など、再生産可能な農業の実現に向けた施策の推進を政府に働きかけるように求めたほか、先月下旬の記録的な大雨の被害対策に関する緊急要請を行いました。折原圭一 JA 山形中央会長が挨拶で、食料安全保障の強化が目下最大の課題であると強調し、次のように述べました。現場の声を国へ届けていただき、再生産可能な農業の実現と、災害に強い農業の実現に向けたお力添えをお願い申し上げ、養成集会開催にあたってのご挨拶をとさせていただきます。農業政策に関する要請では、食料安全保障の確保に向けた施策の具体化、農業の持続的な発展と農村振興、災害、感染症などに強い農業づくり対策など、5点を主要項目に掲げました。大雨に関する緊急要請では、来年の営農継続に大きな支障が生じているとし、激甚災害指定による災害復旧国庫補助事業の補助率かさ上げや、被害果樹の植え替えに関する支援などを要望しました。食料安全保障の強化に向けて、頑張ろう！頑張ろう！頑張ろう！